ね、ちょっとごめんなさい。お願いします。お願いします。すごい活気があるよね。切りなしに人がおる。回ってくるレーンのネタの種類の豊富さが尋常じゃない。飽きがないよね。うん、常に満帆で。でね、なんか、お寿司だけじゃなくて、いろんなネタがあるんですよ。うん、店長さん、はい、このお店ってどういった感じのお店ですか？そうですね、美味しいね、お魚をね、リーズナブルな価格でね、お客さんにご提供して、ね、伊藤さん、満足にしめます。すごい、さっき入ってきてたからお客さんがすごかったんですけど、結構やっぱり一日にたくさんお客さんが来られるんですか？そうですね、店内の方は平日ですと、そうですね、700様とか週末になりますと、そうですね、800名前後ですかね。あとは別にまた売店とかもお土産なんかも頑張ってますんで、合わせると1000人様ぐらい1000人お越しいただいてます。すごい、よくテレビで映っていらっしゃる方なんかも、すごい、私で来られる方とかも、すごい、じゃあ本当に味が美味しいんですね。芸能人の方がいらっしゃるぐらいだから、でかさが尋常じゃない、でかさが尋常じゃない。挟み込まれている。いただきます。これすごくない？どこに処理しているか分からんで、これとして、こう食べればいい？入ってる！あ、いや、なんか尋常じゃない。なんか醤油つけた瞬間、醤油がもう油で、なんか、美味しい！あ、でも油の盛りが一番これも。めちゃくちゃ美味しいサーモン。シャリ3個分やろ。シャリ3個分ぐらい、下手したら4個分あるよ。その分のネタを食べれるんやね。すごい。おいしい。ありがとうございます。すごい。待って、でかすぎやん。初めて見た、このでかいの。でかい、すごい、なんていうさ、このエビ、身がプリプリ、いやでも見てわかる、見てわかるの。今まで食べてきたビルの中で一番美味しい。めっちゃ美味しい。甘いっちやん。すっごい甘いし、プリプリやし、え、もうプリプリが 100% を超えてる。はい、どうもです。はい、どうもです。輝いてます。輝いている。真っ赤に真っ赤に見ても輝いている。色が本当に綺麗、ビューティフル。シャリ、うん、シャリ粉3個も、3個あってもいいよね、お肉。こんなに大きいことありますか？すごい、柔らかい。なんかマグロって一番なんか酢飯の味とか感じられることない。両方楽しめる。サーモンとかやったらやっぱりネタの方に手取られて、ネタの感想が詰まってくる。酢飯が美味しいけど、相性がめっちゃいい。歯切れがすごいいいから、なんかさっぱり食べる。さっぱりしてるのに、でも程よい脂があるから。すみません、お待たせしました。謎の一本漬けになりますね。はい、ご回答どうぞ。はい、食べます。でかさ伝わりますか？こうか。こうこうしたらさ、一口で食べれやんけど、
持ち上げるとこうなります。あほら、やらかすぎて、やらかすぎて、やらかすぎて切れるんちゃうかな。ふわ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 や、持ち上げたい、でも持ち上げたい、ふわふわで、切れる切れる切れる、ほらこんなに柔らかいの、すごい。食べてきました。え、めっちゃ美味しい。人生で美味しい穴子ランキング第1位です。とろっとろっとろで、穴子が柔らかくてあったかいからめっちゃ合う。え、すごい美味しい。全然関係ないんですけど、ね、美味しそうなので、ね、食べ物をいただきたいと思います。私もさっきからね、食べてって食べたくて仕方がなかった。入れてた食べたかった、食べたかったです。あ、でも塩つけるこれまでいいかな。アプリさん、いる。失礼いたします。お客様、お待たせいたしました。こちらね、大判肉ロース、正直になりますね。よろしくお願いします。お寿司も美味しいけど、お肉も美味しいね。うん、美味しい。タレが美味しいね、うん、このお肉もすっごい柔らかいし、うん、最後の一口。失礼します。お客様、お礼からご注文ありがとうございます。はい、こちらね、元気よくパフォーマンスの方は行わさせていただいてもよろしいですか。パフォーマンス、はい、元気よくみんなでね、盛り上げてね、楽しくね、召し上がってよ。パフォーマンスよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、上田さん、金お願いします。シーズン6月、ご来店のお客様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。お客様よりここでいくらご注文いただきました。ご注文ありがとうございます。はい、ご注文ありがとうございます。それでは元気よく工夫していきます。皆様の掛け声の後にそれと掛け声よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしいですか。はい、よろしいでしょうか。いきますよ。一丁それ、二丁それ、三丁それ。はい、ありがとうございます。高齢化完成になります。ありがとうございます。それでは皆様のお手を挨拶させていただきます。すごい。掛け声の後にパンタタタンとご一緒に手拍子をお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、よろしいですか。いきますよ。よーよー。はい、こちらです。はい、こちらです。すごい、店の一体感すごい。こぼれております。こぼれております。めちゃくちゃ弾力のあるイクラ、プチプチやん。最後の一口、ごちそうでした。おいしかった。全部おいしかった。おいしかった、うん、だってサーモンなんてあんなぐるぐるなきゃって、うん、サ
ハロウィンのやつほんまにネタの見てくださる神社見ないし、流れてくるネタの誘惑が多すぎる、うん、そう本当に全部おいしそう、全部おいしそう、繁盛するネタが分からない、来たら元気になれるお店って感じ。こちらのお店では29皿完食ということで、次のインテリバッグもあるので、そこでまたたくさん食べたいと思います。めっちゃ美味しい。